5月22日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送、飯田工事の OK! ジーアップ工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。 日本放送飯田浩司のオッケー浩司アップこの後8時まで生放送ですまあ昨日とは打って変わっていいお天気になりましたねえ日差しもあってこの時間から明るいですね,ねえ我々あの3時とかね4時ぐらいに会社に来るということなんですけど、うん、今日はあのマンションの扉開けたら、はい、なんか空が妙にくっきりしてるなというねうまあその時間帯だとそんなにこう夜景が綺麗というような時間帯ではないんですけれどもただ見えてくる光が はすごくくっきりしていて、えー、昨日やっぱりあれだけ雨が降ったから、えー、空気中の塵がだいぶ洗い流されたんだなともう空気が澄んでるんですね,ねまあただ地盤は相当緩んでるということもありますんで、うんえー、結果を怠らないようにとそして今日はむしろ熱中症が 大あの昨日よりもです、ね、最高気温が東京都心で5度ほど上がりまして27度の予想になっております、えー、そして今週1週間のお天気見てみてもですねうもう30度近くになってくるんですね、最高気温が勘弁してくれよ。はい なるほど。もうこれが下がることはないと。そうですね。今週末まではまあ今週ね日曜日で予想最高気温三十度って出てるぐらいなので、<おー S 2> ちょっとね週末にかけてはずっと暑さ続きそうですね。なんだかこれだけ気温が乱高下すると本当週の半ばつ疲れてくるなという感じだね。<ー>今日は起きんの大変だったよ。 なかなか起きれなくてさああ 2>, 2回か3回ぐらい、あのー、目覚まし時計を鳴っては止め鳴っては止めを繰り返し。<laughs> なんとか、這うようにして出てくるっていうね。よかったです。間に合って。間に合って。<laughs> <laughs> そう、最後の最後は、迎えに来てくれたタクシーの運転手さんが電話をかけて起こしてくれるっていう、ね。ああ、そうですよね。そう,そうそうそう。なんとかそこは使わずに済んだんですけれども、はいねえー、週の半ば、今日も頑張っていきましょう。ねえー、この後、8時まで生放送です。井田浩二のアップ ささしニュースピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙入ってきました。今日もバラバラという感じです。読売新聞は一面トップ、他は一面のトップではない二番手、三番手ぐらいの記事で、えー、載っていますけれども、えー、天皇陛下の御即位に、えー、まつわるパレード、ー祝賀演列の儀のコース、えー、これが昨日政府が決定したということで各紙報じております。まああのー、平成のお時とお。 比べてということで言うとだいぶ変わっていると、まあ、90年のパレードとーほぼ似ているんですけれども一個違うのが、えー、国会議事堂の前から憲政記念館の前を左に曲がって えー、自民党本部の前を通っていくというあたり、まあまあ、この辺をこう批判する向きもあるようですけれども、えー、なんといっても、こっちの方が確かにあの歩いたりとか、あるいは私、自転車であの辺走ること多いんですけどあの、まさにね、この同じようなルートを通ってあの、国会の方に取材に出たりするんですよ。というのは、道が広くて、すごく走りやすいんですね、えー、で歩道も広いと、おこの辺の方が、あのー、そうなんですよ 90年のパレードのルートだとあの国会の正門の前を右に曲がってまっすぐこう坂を一旦降りていくっていうルートになるんですけどあ,のあれです昔の社会党のホームの前に通ってたっていうルートなんですけどねそれってでそう90年というとああそうかそういう時期かなっていういろ思うところがあったんですがあのそうすると、ね、結構あそこ歩道が狭かったりなんかするんでは賀、えー、の,の車列を見ようというふうに集まった 人たちでちょっとごったえすよなというのもあるんで、まあこのルートの方が広いよなと素朴にいい感じました。まあこれについてはね、まあいろんなところでまた詳しく報道されるんでしょうし、まあこの日10月20日ラジオもおそらく生中継するんだろうなと、まあ、総動員になるんだろうなということを今から覚悟しております。 えー、他は各紙バラバラということですけれども米中の貿易戦争90日間の猶予が発表されましたけれどもファーウェイの取引禁止に停止についてアメリカ企業いろいろとこの余波というものが出てきておりますこれ、一面トップに報じているのは産経新聞それから日経新聞も日本企業が対応に苦慮しているという対中関税第4弾についての話を報じております。 えー、それから動いているところで言いますとロンドンからの共同通信、えー、混迷するイギリスの EU 離脱問題で、えー、メイ首相が21日記者会見をしまして2度目の国民投票実施の是非を問う採決を下院で近く実施する考えを示したと。 これも今までは国民投票やらないって言ってきたんですけれども、えー、ここへ来てやると言い出した。そうすると1回目の国民投票と2回目の国民投票で、えー、どっちの民意を尊重すんだみたいな話が出てくる。その正当性というような話も出てきますし、まあこれでまた国論二分ということになると、お混乱するんじゃないかみたいな話があります。えー、さらに言うと、おメイさんは6月ぐらいで辞めるんじゃないかっていう話も出てきていて、そうすると、 その後、一体誰がやるんだと。えー、これ今、その保守党の中で筆頭候補に上がってるのが、まさにこの混乱を引き起こした張本人であるボリス・ジョンソンという前の外務大臣をやってた方で、<laughs> まあ、 ある意味ですね、えー、この人、体験なく EU 離脱を煽っちゃったがために今この状態になってて、で、えー、混乱に混乱を重ねたタイミングでメイさんが首相になるかって時に、その時も一番有力な候補と言われてたんですけど、その時は、俺やらないよって言って雲隠れをしちゃったって、いや、この人何考えてんだみたいな人なんですが、えー、今回はあ、首相になる気まんまなのか。 という感じ渦、えーまあ、中の栗は拾わず栗が焼けた後に中を食べるみたいなことになっていくんですかねちょっとその辺というのがまた、えー、混乱の左になるか今のところ、えー、EU のー離脱期日延期・連期を重ねられていて最長で10月末ということになっております。えー、それれからあまたこれも足元動いていてるニュースなんですが えー、海上自衛隊とそれからフランスの海軍さらにオーストラリアの海軍アメリカの海軍、えー、この4つの海軍がですねスマトラ島の西方海空域、まあ、インド洋にあたるところなんですが、えー、ここで、えー、訓練を行っておりますでこれが今日22日水曜日までとなっていて、えー、19日の日曜日からずっとやってるんですけれどもね、まあ、これあのー 要オーストラリア、そしてアメリカさらにフランスも入ってきていると、まあ、もちろんこれは中国に対しての牽ん制ということもあるんですが、えー、別途フィリピンとも訓練、えー、共同訓練を行っていたりとか、えー、このところ非常にここ動きが出ております、まあ、昨日はあの海上幕僚長が会見でこれにも触れていたわけなんですけれどもこれねあの護衛艦出雲及び村雨というふうに海上自衛隊は出しているんですがこの護衛艦出雲にはですね、えー 海上自衛隊員のみならず陸上自衛隊の水陸機動団の方々も30人ほど乗っていると、えー、これね、あのー、期間4月30日に出航して実は7月の10日までいろんなところを回ると、えー、いうことが出ているんですけれどもね、あのーまあ、陸の人たちも中に乗って、まあこれえー、海時は各国海軍とこういった共同訓練で陸時も各国の陸軍や海兵隊と防衛交流を行うと、まあ、あいうこと。 なんですねえー、そうすると、まあこれえー、南シナ海を巡ってというと今高校の自由作戦をアメリカもやってますし、えー、中国に対して、えー、どうやって、まあ、あもちろんぶつかるようなことはないと思いますけれども対峙をするそして、えー、みんなでこうやって、えー、自由で、えー、法の支配、えー、を 重視する人たちっていうのもみんなで固まってるんだぞというところを見,る見せるそのことが抑止力につながるという議論そろそろ日本もこれやっていかないといけないところに、えー、なってきていると一国で守ることはできないというのは先の大戦の教訓でもありそして国連憲章でも謳われているところでもあるともちろん国連軍のようなものがあればいいんですけどそういった理想論は、えー、ひとまず脇に置いて、えー 国連憲章の51条にもある通りですね、えー、集団的自衛権を行使して、えー、平和を守っていくと、まあ、一時的ではあれというようなこともこれ国連の憲章の中にも書かれている国が持っている権利の一つでもあると、まあ、ある意味、それを、まあ、あ完全な形ではないけれどもこう見せるということも平和を資するとこういった議論も必要なんじゃないかと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースですが、夏の参院選に向けて与野党の動きが加速しています。野党は候補者一本化に向け調整が進むと、8選挙区について一本化ができたというようなことが出てきております。それから河野外務大臣が OECD 閣僚理事会に出席、韓国の外相とも会談予定となっております。 それから中国の国防大臣が8年ぶりにアジア安全保障会議いわゆるシャングリラ会合というものに出席をすると、えー、そして、えー、ニュースキーワードですがコンビニの24時間営業見直しについて、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、20日に発表された GDP の13月期速報値について分析をしていただこうと思っておりますメール、ツイッターこちらです メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンお待ちしています あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですイギリスの EU 離脱まあ、国民投票についても結構メールやツイッターいただいてますねお名前ないんですがメールでイギリスの2回目の国民投票の話これやっちゃうと混乱が広がるだけでなく今後の国民投票の価値や取り扱いもよくわからなくなります気持ちはわかるんですけれどもねとおいただきましたまあ、あとねイギリス議会はおいそれと解散総選挙に打って出られないというのが、えー、前のキャメロン政権の時に法律 で決まっっっちゃったっていうのがあるんですよねこれ、与野党で相当多数を取らないと解散ができないというのがあるんで <laughs>、えー、そうするとメイさんは今、まあ、あのギリギリ過半数の与党を率いてるんで、えー、自分から解散ができないと、まあ、もっと言えばあの EU 離脱の、まあ、国民投票が終わった後メイさん首相になって直後に解散をしたんですけれども本当はそこで勝っちゃよかったんですが負けちゃったっていうところでもうボタンがかけ違いにかけ違っちゃってる。 っていうのがあるわけですよねまあそれもこれも結局そのあの地方のまあ貧しい若者であるとかそういう人たちに「この国って俺たちに金使わないで移民に金使ってんじゃねえかよ」みたいなね「それって EU の縛りがあるからできねえんじゃねえか」みたいな、えー、そういう,こう不満みたいなものがこれ俺ポピュリズムとは言えないと思うんですけれどもこういう,こう通想低音みたいなものがあるだからあの経済って本当にバカにはできないんだよなと。ー対岸の火事 さんの意思として我々は見なきゃいけないと思うんですけれども消費増税どうなっちゃうんだろう高橋さんに今日聞きたいと思いますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター数量政策学者の高橋洋一さんですおはようございますよろしくお願いします,ます今日はカラッと晴れましたけど昨日はすごい雨で <laughs> 大変だった、ね、大変だったんですかやっぱり <laughs> <ん>学校に学校じゃなくてあの<え>まあまあ 友人とね、め飯を食おうと思ってやったら<ー>その人はあの函館から、はい、あの東京羽田に来るんだけど飛行機が全然遅れてなんか羽田の上で2時間くるくる回ってた追いられてよかったですねでもねえー、今日もよろしくお願いいたします5月22日水曜日改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 工事アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター数量を制作学者の高橋洋一さんですおはようございます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです 夏の参院選野党が新たに8つの選挙区で候補者を一本化立憲民主党など野党5会派は昨日幹事長初期局長会談を行い夏の参議院選挙の30にある改選1人区のうち8つの選挙区で候補者を一本化することで合意しましたすでに合意している選挙区と合わせ11の選挙区で野党統一候補が正式に決まったことになります 改選 1>,、えー、1人区は32あるわけで、うん、まあそのうちの11位ですから、まあ、およそ3分の1が、えー、一本化できたぞと、うん、これ、まあ、一本化すると、まあ、与野党互角に戦えるというようなことも言われますけれども、うん、そ,うそうですよね、一本化しなかったら勝負にならないっていうレベルでしょうからね、<laughs> うん、でもこれでダブルになったら、で本当にどんだけ一本化がい。 要するにダブルになると、同じ選挙区でね、参議院じゃなくて衆議院も行えるわけでしょ。はい、衆議院の方で戦っていて、うんはい、参議院で仲良い一本勝ってのは、なかなかね、難しいとも言われてますよね。まあ、参議院は都道府県が選挙区で、はい、一方で衆議院の方は小選挙区ですから、えー、都道府県の中で、えーまあ、少なくとも2つ以上の選挙区があると。<laughs> そう そうすると、わかりにくくなんですよね。うん。その辺も、こう、睨みつつっていう。そうでしょうね。あの、ダブルの可能性っていうのは、はい。もう6月の30日から8月の下旬まで、まあ、10通りぐらいはあるわけですよね。日曜日来るごとにみたいな。そう。これはね、当てるのほとんど難しいって無理でしてね。要するに、あの、その、ど、どの日も10分の1ぐらいずつの確率はあるわけでしょう。はい。もうだから、これは、安倍さんがどこに決めるって、それだけで やろうと思えばね、うん、ダブルじゃなくても7月21日に参議院って会期末までやれば、自動的に7月21日が登場ときもるで、ね、だからあれはまあ、なんか会期末までやって解散も何もしなければ、うん、まあ7月21日は決まりなんですよ、でもそれより前に解散しちゃったら、これはもうダブルでしょうと。うん、で延長して、はい あの、解散、延長すれば解散でしょうということなんで、そうすると、普通に国会以外はみんな解散か延長って形になるとダブルじゃないかなって思っちゃうんですよ。えー、えー。だからこれ、会期末が近づいてくると、もうみんな、そわ、えー、もう今からでもすけど、もうさっき言って、今からそわそわしてる。すでにそそ <laughs> <え> <laughs> 要するに、6月30日やるためには、多分ね、今月い、あの、トランプが、はい。日して、はいね、さよならって言ったら、解散すって言うかもしれない。<laughs> 法律で解散から40日以内に投票しなきゃいけないいないないだから、ギリギリ間に合う、そうすると、それが多分一いちばえぐい案でね、G20 の時に、その次の日なんて、こなんですかってみんな言うでしょ、なんか、総理安倍総理がね、もうずっとテレビに出ずっぱりですよ、G20 の時きは。各国首脳と握手ばっかりしてるその絵ばっかりずっと流れて、その日次の日選挙ですっていう。 一番エグい案ですね。<ー> <laughs> 一番多分火をついてたんですけどね <laughs>。まあでも選挙とは直接関わりのない映像なだけに、うん、じゃあそれを全く報じないというわけにもいかず。自撮りやった無理でしょう <laughs> うもうそのどなんか金銅はみんな自撮りっていう話ばっかりでしょう。はい。えー、まあ当然そうなりますよ、ね。当朝から晩まで自撮りってずっと朝から晩まで安倍さんが出てるって <laughs> <laughs> そういうなんか普通の選挙候補よりかはるかにエグいですね。うん。これ。 あのここのところ、ねえー、解散の大義みたいな話で、はいえー、官房長官が複数発言したりとか、ね <laughs> えー、してますけれども。えー 普通は官房長官は、これは総理の専権事項ですって言ってコメントしないのが普通なんですけどね、はい、あえてコメントしましたよね。うん、そうすると、だから何でもやるぞって言ってるだけでしょ。で、それはなんか安倍さんが何でもやるっていうふうに言ってるから言えるだけでしょ。うん,うん。だから大義なんてはっきり言えばね、はい、あの解散したもの、した人が勝ちで、はい、大義は後からついてくる <laughs> <laughs> えー、過去の例もそういうのがいっぱいあったと。とっぱそんなもんですよ、これ。 解散したって。全く理屈がないんだけど、私優勢解散の時、びっくりしましたよね。こういうのもありかと思いました。でも大義はあの時も後からついて。きた後からついてくる。ええ、まずは、夏の参院選に向けての野党の動き。まあ、ダブル選挙まで含めて解説をいただきました。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん取り上げるニュースはこちらです河野外務大臣が OECD 閣僚理事会に出席のためフランスを訪問 この件は日韓両国の国交の基盤となす、一番の公的なものでございますので、ここはムン・ジェイン大統領にしっかりとあの韓国政府を代表して、きちんと責任を持って、えー、ご対応をいいたただきたい河野外務大臣は、OECD ・経済協力開発機構閣僚理事会に出席するため、フランス・パリを訪問します。 河野、えー、大臣は理事会出席に合わせ韓国のカン・ギョンファ外相と会談しいわゆる元徴用工訴訟について会談をします、えー、閣僚理事会22から23の日程でフランス・パリで開催されると、まあ、これに合わせて現地23日に日韓外相会談を行うと今お聞きいただいたあ河野外務大臣の、まあ、コメントというのもそれに向けてと、うん、きちんとムン・ジェインさんに伝えてほしいと。 そうですね。まあ、あの、これは、あの、日韓請求権協定っていうのがあって、はい。それに基づく措置なんですよね。なんか、トラブルがあったときには、うんに、まず最初に二国間で、 話し合いましょうと、協議しましょうって、それでですから、その協定に基づく協議を申し入れたんですけれど、足のつぶてだったと、なんかですよね、韓国の首相の方が、もう限界があるなんて言って、そのギブアップっていうかね、やる気全くないですんか三権分立を盾にして、政府としては手を出すないてできないと。そんなこと言ったら、協定はどうしちゃうんですかっていうようなことなんですけどね。条約は優先するじゃないのののかそっち方話が全く 抜きでまあ、だから自分のなんかやりたくないってことを言ってるだけなんで、はい、そうすると日本としては次のステージにやった行って請求権協定に基づく次は、はい、まあ仲裁手続きっていうのを実はやるという話ですね、うん、これもでもあの可能性としては受けない可能性高いんですけれど、はい、まあたまたま G20 っていうのがあってブンさんが来ますよね、はい、でその時にあの文大統領が日本に来る、はい、でも日本の方はもう会わないと。 一応言ってるわけですけどね。もうなんか事前にね。言ってる言ってますね。合、うん、わないって言いつつこういう風うに言ってるのは、はい、会いたければこれをやれ。<laughs> ああ、なるほど。<laughs> 応じろと。応じろって、なんだったらいいよと、終わり。そうすると、その次は国際司法の話とかね、いろんなパターンがあるでしょう。ここから先は国際司法に行くのは行くかもしれませんね。でもその後に、韓国への制裁手続きというかね、そういうのもあるかもしれませんね。制裁っていろんなパターンがあるんですけど、断ーとかそういうのは行かないですよ。人物、金でどこで取引をちょっと制限するかとこの人と。 人の金話と物の話っていうのは比較的影響すると日本の関連企業とか、はい、あと韓国国内の非常にあの親日的な人にも影響が出ちゃうから、うん、結構簡単なのはお金なんですけどね。金金のの話話、うん、それで金の話で<ー> カントリーリースクっていうのは韓国のカントリーリスクっていうのは高まるような政策を日本がちょっとやると、はい、そ,うそうするとそうすると韓国の投資がみんな危ないとみんな思ってきて世界中お金が集まらなくなるようにするのが多分日本として一番やりやすいですね。<ー>うん、なんか金 あの日韓の間でお金の話っていうと、ふと思い浮かぶのが、通貨スワップ、うん、ップとそういうのもありますけどね、うん、通貨スワップとかそういうのよりか、もうちょっとね、はい、直接的に韓国、ええ、もう一番結構簡単なのは、はいえと、韓国に対する余震って言って貸し付けあるでしょ、あれのレあ<ー>リスクウェイトを高めるのが一番簡単ですねあなるほど、これはほとんど行政措置、金融庁の、ええ、まあ課長レベルの行政措置できちゃうんじゃないかな、そんな、そうなんですか。ね、だから韓国はだっってて投資してたらら変なに言ゃ あんからカントリスク高いじゃないですか。そのそのまま言うだけですよです、ね。<laughs> うん,うん、そうすると日本がえこんなことしてるのって言うと、海,海外の方もえ韓韓国はカントリスク高まんの高いのって言うと、そうすると韓国が外から調達するときにレートが高くなってすると、これは結構痛むんですよね、はい、韓国がね。ほー、うん、なるほど、それを企業の皆さん気をつけてくださいねっていう風に。気をつけてくださいって言うだけ。言うだけなんですね。<laughs> うん、別に何か数が通常、なんかね気を付けなさいって危ないですよと韓国と付き合いしてるとね、ある時に、ね、訴訟を受けちゃうかもしれませんよっていうだけなんです。特に歴史のある企業は大変ですよ <laughs> これはと。そう,そう。そういうこと だからそういうふうに言うだけだから案、はい、回簡単は簡単だし合理的なんですよね。<ー>ええ、なんかね、あのー、結構自民党の部会なんかでも議論になってたのは、えー、結構。 産業用の素材だとかそういうの輸出をやめたらどうかとかそういうような話も出てましたけど安全保障の観点からやめるってのは可能はですけどねでもその輸出してる企業は大変でしょまあまあ販路が一個減っちゃうと減っちゃうからもすごい大変でしょそういうのそういうのっていうのは他の用途があんまりなかったりするんでねあとビザの話なんか結構ね断行みたいくてね交流禁止なんて言うけどそんなこと言ったら韓国から普通の人で来てる人たくさんいるしね日本から行ってる人いるんでしょそれぞれ全部アウトになっちゃうでしょだかからそうういのよりはピンンポイトで お金みたいな話のところでやる方のが韓国の経済だけが痛まるいなるほどね、えー、いろんな方法があるんす、ね、ありますよ100通りぐらい, <laughs> ぐらい <laughs> えでは続いて、えー、世界経済について2つ目こちらですトランプ政権のファーウェイへの輸出禁止措置取引停止の動きが拡大 アメリカのトランプ政権がファーウェイに発動した輸出禁止措置を受け、ファーウェイとの取引を停止する動きがアメリカ企業に広がっています。アメリカ省務省は、えー、通信ネットワークの保守などに限って90日間の猶予措置を発表しましたが、その影響は今後も広がっていきそうです。 まあ、あの、ファーウェイの CEO が、なんか日本のメディアのね、インタビューなんかに答えていて、いや、こんなものは想定されていたもので、えー、何の問題もないみたいなことを言っていたりもしますが。<laughs> 本当に想定されてたらすごいですね <laughs>。やっぱりでもこれ相当影響があるわけですよね。だって、あの、スマホとかタブレットで。はい。 まあこれは機械っていうのと、そのハードっていうのと、その上に乗ってるソフトウェアで成り立ってて、えー、ソフトウェアっていうのは2種類あって、OS って言って、機械全体を動かすやつと、その上にアプリケーション乗っけますよね。はい、で、OS がないとアプリケーション乗っかんないんですよ。で、OS が何かっていうと、この Android なわけですよ。そうですね。うんだから ゴミみたいな機械そのものですよ。<ー>用途がないやつですよ。OS がなかったら全く役に、役に立ったら動かないです、そもそも。うん,うん。まあ<も>素人には動かすことできないですよね。それで、他の OS を入れるのは実は難しいんですよ。ーハードウェアとの関係でこ、はい、このハードウェアにはこの OS で決まってるんでね。まあで、あと OS 作るっていうのは可能は可能なんですけどね。Android ってオープンソースってやつで、比較的、はい、あのまあ、誰でも真似たものは作れるんですけどね。えー、でも、ここで作るのは結構正直で大変ですよ。 もしくは用意してたら、はい、私が用意してたら、うん、あそうですかじゃあアンドロイド5換の OS を乗っけますってすぐ発表しますよ。うんうん 用意をしてたらなるほどして。してないと、ええ、でただ正直,正直言うと、このね、OS 作るなんていうのは、そんな一朝一夕にできるわけじゃないですかで今でも OS っていうのは、基本的にはアップルの iOS ってやつと、それ、はい、アップルのハードウェアしか使えないですね、うん、それとあと、普通の,あの、ウィンドウズの、ウィンドウズ s 本ンっていうのがあって、それがあるんですよね、あ,はい、あと他にあにシンビオンとかね、ええ、まあ何種類かあるんですけどね、ええ、でも世界で全部合わせても5、6種類しかないんで、ええ、そうすると、結構 OS 作るのも 時間だからなかなかこのアンドロイド互換のね OS を作って自前でやるっていうのは結構難しくなってそうするとアンドロイド乗っけるんですけどアップデートができない。うん パターンになって、もうそうするともうちょっとんどん OS と o っていうかね、もモバイルのあのえっ、ー、とその携帯とかねタブレットではちょっと使い物にないですね。はい、ああ、うん、ファーウェイは秋頃までに OS を自前のものを投入するんだみたいなことも言ってるようですけど。それはあの互換のやつができればね。うん。それができればあのそれ用意しててしんだったらもうすぐやると。うん、あの要するにこのえ百八十日のあ九十日でさ三、はい。その有機会にやるって言いますよね。う,ーんうん。あの パソコンでしたらね、あの実は Linux ってなって、このアンドロイドって Linux から出てるんで、うん、だからオープンソースですからね、うん、あの時間かけてやればできないことはないんですけどね、うんでも、多分最初、は具合やって、すすごく使いいい物にならならと思いますよそうすると、うん、まあ、ものはその組み立ての部分っていうのは、うんあの、部品かき集めてできるかもしれないけど、うん、その先の使い道が。 部品かけ集めても、OS なかったら、ただ単に箱ですからね、OS はみんなアメリカ系が全部取ってるんですよ、だから日本も一時、OS を作ろうと思ったら、ものすごくパッシングされちゃった時もあったんですよ、OS がやっぱり肝なんですよ、こういう話は。ハードっていうのは比較的簡単なんで、誰でも作れるんですけどね、OS の方は結構難しいんで、ソフトウェアは難しいですから、アメリカ、そこまで行ってきたなって感じはこれはアメリカにとっては切り札みたいなもんそれはそうでしょうね。だっって使わななかたらももうタブレットいろん 通信機器も全部意味がないですか <laughs> 何にも動かすことで電源すら,入らないって状態ですよねい、うん、いやこれいろんな手を打ってきてるなと思うのが一方でそのドローンも、うん、まあドローン特にあの商用というか、ねええ、遊ぶ感じのドローンとかは、ええ、結構、中国製が、ええ、多いと、ええ、あの気をつけろよというような通達を出して要するに <laughs>、うん、あんまり買うなよとアメリカ国民に対して言っていると機密が漏れるぞみたいなことまで言っているようですね。いろんな ハードのところはアメリカ弱いんですけどね、はい、やっぱりソフトのところは強烈に強いのでそこを抑えられたハードとソフトがマッチしてて初めて製品なんですよね、はい、だからあのソフトのところをやるって中国も実は<え>あの中国政府は Windows 使わなくて、まあ、Linux 使ってるんですけど、ね、Linux は自分で改良できるからんなんかパソコンでは結構できるんですけど、はい、やっぱりスマホの方の方がちょっと難しいんですよね。やっぱり こうアメリカってのは、そういうなんかスタンダードを取るというか <laughs>、得意ですよね <laughs>。やっぱ得意なんですね。アングルサクソンが得意なんですかね。うん、まあ、そうですね。だから日本があのね、独自のね、オフィスを作ろうと思ったことがあったんですけどね。すみません、失礼、えー、しましたね、えーえー。この時間、数量政策学者高橋雄一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。 今朝のコメンテーター、数量制作学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします <laughs> え。続いて、教えてニュースキーワードです。24時間営業を見直し。 セブンイレブン・ジャパンの長松文彦社長は昨日共同通信と時事通信のインタビューに応じ24時間営業について柔軟に対応していくと話しました加盟店からの要望があれば営業時間短縮の実験結果を踏まえて見直しを認めていくとしております あの3月から直営店10店で営業時間の短縮の実験を開始したと、まあね、あの今年初めぐらいにあの本部と大阪府内の加盟店の対立表面化っていうのがあって、うんうん、24時間営業、うんま、オーナーからするともうこれ維持できないよっていうような <laughs> えところもあって。 <laughs> まあ、ただ、ね、えー、コンビニ各社としてはビジネスモデルとしてそういうことをやっているのがあるから、抜きがけってわけにいかないよと、まあ、意見の対立もあったんですけれども、営業時間短縮実験をしていると、今はおよそ20の加盟店でやっているんですが、うん、150店舗ぐらいから参加希望が出ていると、かなり関心は高いようですね。うんうんうん まあ、あの夜中やってても夜中に行く人ってあんんままりいませんよねね <laughs> そうメールでも来てますよ、あの久江さん江戸川区46歳の方消費者である私個人としてはまあ24時間営業、こだわらないところはあります深夜で仕事している人もいますし昼夜逆転の方もいるんで一概には言えないですけどこれだけコンビニがたくさんある中都心で隣接する店舗だったら一方は24時間でもう一方は時間短縮でもいいんじゃないかと思うんですよねと。 うん、うあのセブンイレブンってもともと7時から11時までっていうそもそもそうですよね朝7時から夜11時そうそうだからそれが普通っていうか一番最初だったわけですよね、はい、でなんか私もなんかいつの間にか2十時間になっちゃったのかなっていう感じがするんですよね確かスタートした時には朝7時から夜11時まででしたよ多分その1975年ぐらいかなそのぐらいからだん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 なんか伸びていってなっちゃったんで、はい、でもそのセブンイレブンに本来にも ばいいじゃだって社名がセブンイレブンでしょと時間じゃ確かにねそれだから原点に戻るんでねセブンイレブンで大体困らないっていうのが普通じゃないですかあとセブンイレブンも店舗によってはね24時間って言うんですけど店舗によっては例えばホテルの中の店舗とかねあと役所の中の店舗ってみんな夜休んでますよ確かにねそうツイッターでも指摘があったんですよいやうちのオフィスにあるコンビニはオフィスはみんな休んでるそれはオフィス が閉まってるるから休んんでです <laughs> そうなんですよね、うん、ビル自体が閉まっちゃうかそ,うそう、だからそれは別に全部が24時間でわけじゃないんですよ、ん別にそれは断ることないんじゃないですか。言ってみると、フランチャイズでそんなに確実的にね、こういうふうにしなさいって言うとは、はい、そのイメージってあるかもしれませんけどね、それぞれに結構任せた方のが、利益が最大化するような気するんですよね。はい、だって、24時間開くってことコストは24時間でしょ、はい、だからそれだったらちょっと集中して、コストを縮めるっていう考え方もあるわけです。 わけですよねそれでコストをちょっと縮めればある程度時間を24時間以外にした方のが収益が高まる可能性あるわけですよね。うそういうのっていうのはくそのお店に行って違う話んはずなしなでフランチャイズで一、確一的にやるっていうだからこれも確一的に24時間を見直す話でもなくてそうでしょだって、ね、24時間でもう繁華街でねお客来るんだったらやってたらいいじゃないかとしか思えないですよ。<え>で田舎でね どう考えてもようなんか来ないっていだったら閉めておい,いじゃないですか。うん,うん。それそれぞれの事情があってね。はい。だからそれぞれの店舗であの一番いいところを見つければいいって私はそうにしか思えないですよね。だから全部一律にやるなんて考えられないし、で現に今だってあのオフィスの中の店舗ってい開いてないですよ。だから別にそういうのもあるわけですからね。うん,うん。だからその意味ではまああの時短のノウハウっていうのもないことはないわけだし、うんうん、まあそれをさらに今実証実験のような形でやってるわけ。 ですもんね、うんだから、それ多分お店によってね、ええ、どんな下落いってたら一番儲かるかって違うと思いますようんなんか、あの一方で、これ、まあいろんな問題になった時にも、<laughs> ツイッターで意見がいろいろ来てたんですけど、ええ、あの今の配送のシステムっていうのが、まあある意味、こうぐる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 回し続けているから、あ,あ,あの新鮮なものがこう店頭に並ぶようになってると、これ、一旦止め、ええ、ねあの閉める時間があったりすると、うん、結局、あの 品物が回らなくなっちゃうみたいな指摘もあったんですが。でも、回るのは一緒でしょ、うん、要するに、脅すところが全部の店舗で脅すか。はい、あの,その、そうですね。一部店舗で。うん。それで、今はいろいろと、その、えっ、ー、と、 IT っていうかね、そういう技術使ってできるから、運転手のドライバーの方にね、こことここまでっていうだけの話でそうするとね、自動的にナビかなんかで、ここに回ってくれって言えば終わるような話で確かに、リアルタイムでそうやって、在庫管理も何もできると。だからそういうのは頭使うだけの話だと思いますけどね、だからそれはもう全部回んなきゃいけないから、20時間なんだって、ほんま、倒だと思いますけどね。まあかつててだっったららそううやなななきゃいい もうシステム的なものもあったかもしれないけど今はねだってあのポ,ポスっていうんでね、はい、リアルタイムに在庫管理できてね何を一番ね、えー、仕入れたら一番いいかとかいうのが全部わかるんでしょ、うん、それだったら何を仕入れたらいいかわかるんだったら何時間ただければ一番儲かるかってのがかるんじゃないですかなるほど24時間営業を見直し今日のキーワードでした えー、メール、ツイッターいろいろいただいてます、まあ、やっぱりコンビニっていうのは身近ですからね、いろんな人から、ねね、意見が来ますけれども、はい、いい男だよさん、ツイッター、労働移民を入れ,た入れないと成り立たないなら24時間営業なんていらないと思います、えー、そもそも夜中は寝る健全な社会に変えていったらどうでしょうかと、う <laughs>、あのーやっぱね、あの外国人労働者の問題と、まあ、こういうサービス業って直結してきますけど、人手不足が一方で一番言われるい、ねそ,ね、そうですね、だからあのコンビニ行くと、あのレジうつしとって、 外国人人の多いですよねそこまですんのっていうのが素朴な感情なんでしょうね、私コストの関係だけだと思いますよ、2 0時間だから無理してやるんでしょうけどね、24時間じゃなければね、その限られたね人員でやるって言ってもありますよねと高橋さん、公正取引委員会にもいましたよね、これだけね、ある意味、本部から縛りがきついっていうのは、公取的なものなんですか。 US 的地位の乱用とかね、えー、そういう意味でフランチャイズっていつもそういうので問題になりますはっきり言えば確実的にやってあと集脱が大きいとかねやっぱりこういうのってのは問題ですというふうな <laughs> あので事件なんかも確かあったように思いますねなるほどね,ねお送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ私日本放送アナウンサー飯田浩二と 新一がお送りしています今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ麻生財務大臣 GDP 速報値プラス成長に悪くはないとの見解。 麻生財務大臣は昨日1月から3月期の GDP= 国内総生産の速報値が2期連続プラス成長になったことについて悪くはないとの見解を示しました消費増税の最終判断や噂される衆議院の解散の判断については関係ないと明言しております 月曜に発表になりました、うんえー、GDP 国内総生産の速報値でありますがまあ民間のエコノミスト予想は、ね、マイナスなんじゃないかというふうなことは言われたんですが、えー、季節調整済みの実質で0.5%のプラスこれが1年間続いたと仮定した年率換算ではプラス2.1%となったと うーいうこだからえー、っとね、うん、まあ外した言い訳じゃないんだけどどうしてそういうふうにマイナスって予想したかっていう説明すると今回の話が分かりやすくなるんですけどね、はいまあ、こういうのに予想するときに実はね消費と 設備投資と輸出っていうのが誤算家なんですよだからそれを、はい、それは予想するんですよ。それはね、全部マイナスって予想するわけ、したんで、うんうん、で、これが3つマイナスだと、大体マイナスなんですよ。はい、だからそれで予想したってだけなんですよ多分他の人も一緒。でそのほかに、実は輸入ってんのがあってね、うん、輸入ってんのも予想できるんですよね。これ消費と結構似てるから、これもマイナス。はい、であの計算上はね、消費と設備投資とし もし、輸入が中りすればもうちょっと多かったでしょ、GDP 多かったでしょっていう意味でちょっと引くんですよね。はい、だから、輸入がマイナスだと引く。 マイナス、マイナスだからプラスになっちゃうんで、えー、これが大きいとはあんま予想できないんですよ、正直言うと。輸出がここまで減るとはとねああ。輸入がね。あ輸入が減る。だから輸入が減るとすごいプラスで、うん、だから言ってみると消費、設備投資、輸出輸入全部マイナスでプラスになっちゃったっていうところが。はい、で、こういうのはね、はい、あの、まあ、大体過去のデータを見るんですけどね、過去25年で四半期だからデータ100個ぐらいあるんですよ。1>, はい、<laughs> 1回しかないの。 だから100分の1ぐらいの確率でこういうことは起こるんですけどね、<ー>そこはだから予想しづらいんです、正直言うと。うだからこの五三家がマイナスで、プラスになることはめったにない、五三、えー、家っていうのは消費、設備投資、輸出、えーえー、これが全部マイナスで、うん。うん プラスになることは滅多いにないからいで、ね、それが100回に1回ぐらいしかないんで<ー>実は読み誤っちゃうんですようんん自民党の西田昌司さんもこれ完全な縮小均衡の中でプラスになっちゃってスなんです、ね、か定義上だから定義の話なんでこれはなかなかプラス言いづらくてねで、まあ、あのそれをプラスに引き上げんだという輸入がすごい低くて、はい、あと、 最後、公共投資すると、ちょこっとプラスになる。えー、理論的にはなり得るんだけど、はい、まあ、輸入がこんだけ落ちるも思わなかったし、公共投資もあんまり出ないかなと思ってたんで、えー、これはマイナスかなと思う。で100回、百回に1回ぐらいだから、こういうふうに、消費、設備投資、輸出がマイナスでもプラスになることはあ、輸入がマイナスでもプラスになることは100回に1回ぐらいあるんだけど、それはあんまりないですね。これ全部、えー、全部マイナスだから、はっきり言って良くないですよ。良くない。うん、これは良くないとしか言いようがない。う それでもなんかまあ政府の言い訳してまあ麻生さんが関係ないっていうのはねねこれはね衆議院解散は俺の話じゃないから関係ないって言ってるだけだと思うけど <laughs> なるほど <laughs> 別にあのえあとなんかみんながえと雇用所得がいいとかあと持ってき、はい なんか菅さんはそういうふうに言うし茂木さんもファンダメンタルで来て内需がどうのいいとか言うでしょ内需顕著みたいなことか、うん、雇用とか所得とかこういうふうなデータっていうのは実は地方指標ってやつでね、はい、景気の後とから来るやつだから、うん、これが多少良くても実は悪くなってるってことなんですん、うん、だからそれは先ちょっと見たら、はい、先行指標とかそういうのを見るとみんな悪くなってるんで地方指標がちょっと良くてもそれ全然慰めにならないですよ。<い> <laughs> 慰めな,らない、うん えー、今回、国内の需要の需給の関係で見たデフレーター、うん というものがマイナスになっちゃってると、うんうん、これは手触れに逆戻りになりかねない <laughs> こ,れらこれでいい数字だと普通はなかなか思えなくて、はい、だからあのマイナスのマイナスしたらちょっとプラスってそれはちょっと情けないでしょうんだからうん、うん、多分悪い悪いっていうのは、はい、あの間違いないんで私もね消費設備投資輸出でどっか一くかプラスがあってプラスになっちゃったらこれはね非常に情けないことに私がものすごいミスレスと言ってもいいかなと思って 思っったたんんだだけどこれ全部マイナスから基本的に当てですよね輸入がさらにマイナスだったからマイナスのマイナスのプラスですっていう話だからこれでいいとはなかなか言いづらいっていうのは普通で逆に言うとこんなので増税してこんなのを根拠にして増税したらき恥かます相当だから実情は景気冷え込んでいるようなもんでさらに冷え込まますすってことなりよね消費・設備投資と輸出と輸入が全部マイナスなんですからこんなんでいいわけないじゃないですか。 <laughs> うん、まあこれ。 今度もあります世界がどう見るかっていうか、そうね、あとね、政府の中でもね、実はこの内耳がどうのこうのって言ってるってことは、内耳はそこそこって言うで、裏返すとね、外耳が悪いって話だから、外耳が悪いって時には、実はアベノミクスの失敗だと言われないんですよ、外耳はしょうがないでしょうって、だから多分そういうふうな背景もあってね、内耳が悪い悪いってみんな言って、内耳はそこそこだって言ってるんだと思いますよ、だからリーマンショックという話、これは外耳が悪いですよって話だから、アベノミクスの失敗であります。 外事が悪いんでですすってそののもありますねね今回のデータは、ね、なるほどね、うん、その意味ではじゃあ増税スキップまだ余地は残してるというロジックの方たてはそうでしょ、うん、で G20 で外事が悪いとリー,ーマン・ショック級だってことになったら内需の Y はそこそこですっていうのと今までで言ってんと矛盾はないじゃない。うん確かにうんう それからもう一つ、ですねトランプさんが間もなく来ると、経済の話ってそんなにはしないんですしませんよ、あれはだって、来てね、ゴルフして、相撲見て、それとあと、加賀っていうね、空母と言われてるね、そこに初めてアメリカ大統領を案内するって話で、絵になる話しかないんですよ、会議はほとんどないですよ。 おーあ,まあ、あと、ベシ食うと、まあ、もちろん最初に総理に謁見するって話を、はい、これは天、天皇陛下に国賓として謁見するって話があって、はい、でその後にまに、あ、ゴルフ、 っていうことでですすから全部絵ですんあ<ー>文章とかそういうの会議はほとんどないから、はい、貿易交渉なんてまだほとんどやってないしこですよ全部どっちかっていうとじゃあ絵を撮らせるための今回はそう絵を撮るのもトランプと仲のいい安倍さんが世界中に出るからアメリカはいろんな国とトラブルを起こしてますよね <laughs> だから各国の首相はねなんか安,倍安倍さんに話したらトランプにつ行くのかなってみんな思うんじゃないですか。 か<ー>だから、この間急遽イランの外相が来ちゃったって、来てきたでしょ、来ましたねあんなでそれのあってるあ、うん、合ってるんだけど、だから、はい、もうトランプになんかこういうふうに喋ってちょうだいよって言ってるに決まってますよ、そ <laughs> 今度来るでしょ、よろしく伝えといてよだからみんな世界中の人がよろしくっていうふうになるような絵をたくさん出しまくって、あ<ー>あの今度の会首脳会談は珍しく絵しかないという、文章ほとんどないというパターンで、共同声明もないんですけど、それは絵だけが意味があるからね。は <え>共同声明を出すことに今回は意味を見出さないと会議してないんですから <laughs> だって年次ああのアイス、ね、来てね、見学して帰るだけでしょあ。共同声明出ないことが問題だとか、日米関係やっぱり悪いんじゃないかみたいな批判をする人もいます。だってえ絵出せばいいじゃないお<ー>、うん、メッセージは日米の強固な関係を世界に見せつけるだけですから、そ,それが主目的。うん、そうすると、各国の首相はもうトランプとあれでしょ問題抱えてる人多いじゃないですか、そうすると、ちょっと話してって言いにくるんで、みんな。お さんにねこの東アジアにもそういう国は結構いっぱいったくさんいるしよ中国だって話したいちょっと話してよって言いたくなるじゃない日米、うん、あの米中の貿易戦争やってるんですからね安倍さんに話してちょっと何とかしてよとか言うかもしれないおお大阪で習近平さんと安倍総理は会うってう話してるんだけどそっちトランプト,トランプ対策だけをね習近平が言うかもしれないじゃないですかうん,うんあと北朝鮮は三回目の米朝をやりたがってますよねだからそれで心臓とあえてね、はい、あのトランプは年中言ってから金正、ええ だってね会いたくないんだけどしょうがないなと思ってるかもしれませんよね。いろんなアプローチを水面下ではあるかもしれない。だって心臓と話せって言ってるんだから話し,しないと、うん、あの米長がね、はい 会談が開かれるかどうかも分かんないじゃないですか。うん,うん。やりたいんだったら、まずここを通せよって言って。だってで、プーチンと話してもしょうがなかったっていうことでしょ。あ<ー> <laughs> うん、だから、やっぱりそれは、なんか、こんなに、あの、なんか4日間も来ててね、うん、もう、北きって会議ないって4日間来てる人なんてめったにいなくて、うん、それで、あの、その関係を見せつけられたら、各国の首相は考えは、やっぱりちょっとトランプにアプローチするんだったら、最初に新蔵さんにアプローチっていうね、うこともありうるんじゃないですか。 なるほど。うん、それを見せつけるのが今回の、うん、あのトランプさんの意味ですよ、はい、本日の意味です、うん、ええー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください